県に岸足部町深い坂エフれにある古墳。形状は円墳。長崎県指定史跡に指定されている。行き島南西部、島内最大の広さの深井手原平野北端の標高74メートルの山頂に築造された古墳である。これまでに江戸時代の1855年に地元省による調査が実施されているほか、 考古学調査が1982.1986年に実施されている。噴景は円形で直径14メートル、高さ2メートルを測る。主体部の埋葬施設は、噴景を縦穴に掘り込んで構築する縦穴系の横穴式石室で、縦穴式石室から横穴式石室への過渡的要素を示す。石室は南西方に開口し、 前幅1.18メートル、奥幅1.28メートル、奥行き3.96メートルを測る。壁は玄武岩の遺体紙の小口積みで、壁面にはベ柄が塗布される。出土品としては、1855年調査時の末期、破損のほか、1986年調査時の鉄器2点が知られるのみである。 この大塚山古墳は古墳時代中期の5世紀後半頃の築造と推定される。島内の古墳約260基のうちでは最古に位置づけられるとともに横穴式石室の導入、展開を考える上で重要視される古墳になる。春の辻石近くに築造されるため、弥生時代勢力の流れを組む主張母とされるが、行き島では春の辻石の解体から、 大塚山古墳築造までの約100年間は居住痕跡が見つからない空白の一世紀になるため本古墳築造の背景は必ずしもつまびらかでない。その後、6世紀後半にはき島で古墳築造の前世紀を迎えるが、その頃には築造の中心地はき島中央部に移動する。古墳域は1987年に長崎県指定史跡に指定されている。 ありがとうございます。